日は子宮鏡による検査と手術、子宮の中にできる病気についてお話しさせていただきます。子宮鏡という道具をご存知でしょうか？子宮鏡とは子宮の中を直接観察するための内視鏡器具で、膣からカメラを挿入します。胃カメラの子宮バージョンのようなものをイメージすると分かりやすいかもしれません。子宮鏡検査により子宮の中にできた病変を診断し、子宮鏡手術により病変を治療することができます。子宮鏡検査、手術ともに健康保険が適用されます。どのような時に子宮鏡検査を行うかという点ですが、過多月経、つまり月経量が多くて困っている時、月経以外の不正出血がある時、超音波検査などで子宮の中に異常が疑われる時、不妊症の場合など、症状がある時や症状がなくてもたまたま子宮内に異常が疑われた時に、診断と治療方針決定のために行います。では子宮鏡検査の実際について見てみましょう。行う時期としては、内膜が薄くて観察しやすい月経終了後から排卵手前までの時期に行います。妊娠中や出血が多い場合には検査を行うことはできません。超音波検査などと同じように外来の内診台で行います。かかる時間は通常は5分から10分程度です。痛みについてご心配な方もいらっしゃると思いますが、個人差はありますが、痛みはあっても軽度で一時的なものです。子宮の入り口が極端に狭い場合や角度によっては痛みを強く感じることがあり、麻酔を使用することもあります。子宮の中を観察し、病変が見つかった場合には手術を行った方が良いかどうかを見極めます。子宮の中に見つかる病気には以下のようなものがあります。子宮内膜ポリープ、子宮粘膜下筋腫、子宮体がんなどの悪性腫瘍、中核子宮などの子宮形態異常、慢性子宮内膜炎、子宮腔癒着症などです。ここからそれぞれについて簡単に説明いたします。子宮内膜ポリープは、子宮の内膜表面から発生する良性のできもので、日常的によく見かける病気です。症状は無症状で経過し、外来診療中にたまたま見つかることも多いのですが、その他には不正出血、不妊症などがあります。子宮鏡手術により切除することで治療しますが、ポリープが 3,4 個以内、2センチ程度までであれば外来手術が可能ですので、入院の必要はありません。5個以上の多発内膜ポリープやサイズが大きい場合は、原則1泊入院していただき、手術室で手術を行います。子宮筋腫は子宮の筋肉組織由来の良性腫瘍で、生殖年齢女性の約 30% に見られるありふれた病気です。子宮筋腫の中でも筋腫が子宮の中に突出したタイプを粘膜下筋腫と呼びます。子宮筋腫は大きさやできる場所によって症状が違ってきますが、粘膜下筋腫は比較的小さくても症状が出やすいという特徴があります。過多月経、過長月経、不正出血、貧血、不妊症や不育症など症状がある場合に治療の対象となりますが、薬物療法と手術療法があります。子宮鏡手術では、1センチより小さな筋腫であればポリープと同様に外来手術が可能ですが、1センチ以上になってくると電気メスを使う必要があるため、原則1泊入院で手術室で手術を行います。筋腫がさらに大きく 4,5 センチ以上になると、筋腫の突出具合にもよりますが、腹腔鏡手術が必要なことが多いです。子宮体がんは子宮体部から発生したがんで、近年我が国の成人女性で増えてきているがんの一つです。最も多い自覚症状は不正出血です。通常の体がん検診で疑わしいところがあれば、確定診断のために子宮の中を子宮鏡で観察しながら組織を採取することがあります。手術の基本は子宮と両側の卵巣卵管の摘出ですが、妊娠を希望する方に対してはがんの初期であれば
子宮を温存する治療が可能な場合もあります。また、子宮鏡手術前の診断が子宮内膜ポリープであっても、術後の病理検査で初めて子宮体がんとわかる場合もあり、注意が必要です。中核子宮は先天的な子宮形態異常の一つです。流産や早産、不妊症、不育症に関連すると言われています。子宮鏡手術が治療の選択肢の一つです。慢性子宮内膜炎は近年不妊症や不育症といった着床不全の原因として注目されている病気です。局所内膜の持続的な炎症のため子宮鏡ではマイクロポリープや充血の所見が観察されます。子宮腔癒着症は内膜が炎症を起こし内腔が癒着した状態を言います。症状としては無月経、過小月経、不妊症、不育症などがあり、子宮鏡を用いて診断、治療を行います。次に、どのような時に手術が必要かという点ですが、過多月経や不正出血などの症状がある時、妊娠を目指す時、病変が良性か悪性か診断が必要な場合に、子宮鏡手術を行います。症状の改善、術後妊娠率の上昇、がんの除外につながります。子宮の中の病変は、着床障害の一因となるため、妊娠を目指す方には、積極的に手術をお勧めしています。より負担の少ない治療で、妊娠・出産に結びつく可能性があるからです。では、子宮鏡手術の実際について見てみましょう。外来手術の場合、30分前に来院していただき、痛み止めの座薬を入れます。入院手術では必要な術前の経管を広げる処置は不要です。麻酔は子宮某経管ブロックという局所麻酔を使用します。手術時間は5分から20分程度です。術後は問題がないことを確認し、帰宅していただき、後日病理結果説明を行います。入院で手術を行う場合は、外来より少し太めの子宮鏡を使用するため、手術当日の朝に入院し、子宮の入り口を広げる処置を行う必要があります。子宮の入り口が広がるまで数時間病室で待機していただき、手術室で全身麻酔をかけ手術を行います。手術時間は10分から1時間程度と病変の大きさにより幅があります。手術終了後は一晩病室で休んでいただき、翌朝問題がなければ退院となります。入院期間は原則1泊2日です。退院後、後日、外来で病理検査結果を説明いたします。子宮鏡手術後の生活についてですが、基本的に安静は不要で、食事制限はありません。負担が少ないため、すぐに社会復帰することができます。1週間程度、少量の出血が持続することがありますが、様子を見て構いません。退院後に発熱や強い腹痛がある場合には、病院に連絡をしてください。子宮鏡手術にはいいところがたくさんあります。体の表面に傷をつけない手術ですので、お腹に傷が残ることはありません。体への負担が少ないため、術後の回復が早く、すぐに社会復帰することができます。子宮を残したい方には、子宮を温存することができる手術です。腹腔鏡による子宮筋腫摘出後は、子宮に傷をつけるため、避妊期間が必要ですが、子宮鏡手術の場合は、すぐに妊娠トライが可能です。また、腹腔鏡による筋腫摘出後に妊娠した場合、出産方法は選択的帝王切開となることがほとんどですが、子宮鏡手術後は、経膣分娩が可能なことが多いです。このように、とてもいい手術ではありますが、子宮鏡手術にも限界があります。まず、大きな病変には不向きです。子宮粘膜下筋腫の場合、薬物療法で小さくして、数ヶ月後に手術を行うこともあります。また、1回の手術では取り切れなかった場合に、手術を複数回に分けて行うことがあります。病変の発生部位や大きさにより、腹腔鏡による操作が必要となる可能性もあり、この場合は入院期間が延長となり、お腹に傷が残ります。こちらは、当院における子宮鏡手術件数の推移を示したものです。手術件数は年々増加傾向にあり、
今では年間280件を超える手術を行っています。当科には、日本産科婦人科内視鏡学会認定の子宮鏡技術認定医が3名在籍しており、より安全で円滑な手術を行う体制が整っています。最後のまとめになります。子宮鏡で子宮の中を観察することにより、診断と治療に必要な多くの情報を得ることができます。子宮鏡手術は小さな負担で QOL、クオリティオブライフを大きく改善できる可能性があるいい手術です。月経トラブルでお悩みの方、妊娠を望んでいるのになかなか叶わない方の中には、実は子宮の中の病気が関係しているケースがあります。気になる症状があれば、婦人科で気軽に相談していただきたいと思います。